旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のりくです。今回はただ通過してはもったいないアートにグルメ魅力いっぱいの生口島をご紹介します。日本一のレモンの産地でありレモンの島として知られる生口島は広島県にあり瀬戸内海に浮かぶ島です。しまなみ海道で結ばれた風光明媚で穏やかな島には見どころもたくさん。ただ通過してしまうなんてもったいない。少し時間を作って生口島も観光してみませんか？今回は生口島のおすすめスポットをご紹介します。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。生口島ってどんな島？見どころはここ。広島といえば厳島神社が有名ですが、かつて厳島神社の仮の社殿があったことから生口島は神の島とも呼ばれています。そしてレモンばかりではなく島全体が美術館というコンセプトで、島のあちこちにアート作品が展示され自由に鑑賞できます。いろんなモチーフの作品があり、穏やかで美しい瀬戸内の海と一緒に見ることができるものなど様々。例えば瀬戸田サンセットビーチ周辺はいかがでしょうか？サンセットビーチ周辺では作品をいくつかまとめて見ることができ、波の翼という作品は海に帆を張ったゆらゆらと風で動くアートになっています。瀬戸内を吹く風で姿を変え、自然と調和したのんびり眺められる作品です。寝そべり石という作品では実際に作品にゴロンと寝ることができ、自身もアートの一部に参加できますよ。また空絵などカラフルな作品もいくつかあり、サンセットビーチの美しい海と空の青にとてもよく映えるフォトジェニックなものもあります。そういった数々のアートを見ながら次に訪れたいスポットはレモン谷です。生口島とお隣今治市大三島を結ぶ多々良大橋のたもとに広がっています。旬の時期にはレモンの香りが漂い、たくさんの実をつけた木々の間から多々良大橋を望める絶景が広がります。レモンの島と呼ばれる生口島らしい風景ですね。次にご紹介するのは高山寺です。実業家高山寺光蔵が建立した浄土真宗本願寺派の寺院で、世界のすべてのお母さんにありがとうと手を合わせる母の寺と呼ばれ親しまれています。奈良平安時代の仏教建築をお手本に作られた境内の建物はきらびやかで荘厳。圧巻の建築美を見ることができ、国の登録有形文化財に指定されているものも多くあります。また境内には未来神の丘と呼ばれる大きなアート群があり、白い大理石で作られる彫刻の数々を見ることができます。澄んだ青い空に映える作品ばかりで、まるでギリシャのようだと SNS などでも話題になっていますよ。その他境内にはミュージアムもあり、釈迦像などの仏教美術をはじめ茶道美術や近代美術など多くの作品が展示され見応え抜群です。また高山寺から徒歩3分のところには地元出身の日本を代表する日本画家平山郁夫の美術館などもあり、アートに満ち溢れた島になっています。アクセス方法、では生口島へはどのように行ったらいいのでしょうか。生口島は広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶしまなみ海道が通っています。しまなみ海道といえばサイクリングの聖地として知られているように、3本ある本州から四国へ渡る本州四国連絡道路の中で唯一自転車で通行できます。もちろん車でも通行可能なので、景色の美しいしまなみ海道をドライブ気分で走ることができますよ。尾道側からは向島、因島を経て3つ目の島が生口島になります。また尾道市の尾道港、三原市の三原港からフェリーなどの船で訪れることも可能です。海上からの眺めも素晴らしく、のんびりと瀬戸内らしい交通手段で旅を満喫できるのではないでしょうか。その他尾道駅から路線バスも1日に数便運行しており、そちらを利用することも可能です。生口島を訪れたら足を運びたいお店、
せっかく生口島を訪れたら、生口島らしいものを味わったり、美味しいランチやスイーツを食べたいですよね。また島並海道の真ん中あたりのため、生口島で宿泊を考える人も少なくありません。観光スポットと合わせて、また宿泊先から散策、そんな時におすすめのお店をご紹介しますね。三島や平山郁夫美術館や瀬戸田町観光案内所から徒歩 2,3 分のところにある三島屋は、明治42年創業の老舗和菓子店です。生口島らしいレモンケーキやどら焼きといった和菓子など、たくさんお菓子がある中で、やはり外せないのが三島まんじゅう。一度は口にしたことがあるというほど、地元の人にも馴染みのあるおまんじゅうで、甘酒の香りがほのかに香り、薄皮に甘さ控えめのあんが入った一品です。当日に作ったおまんじゅうしか売らないというこだわりよう。お店はなんと朝7時からオープンしており、朝の散歩で立ち寄ったりするのもおすすめです。島心瀬戸田本店、続いては島心瀬戸田本店です。先ほどの三島屋さんから徒歩2分ほどのところにあり、レモンスイーツに特化したお店です。レモンまんじゅうにレモンケーキ、レモンジャムなど、瀬戸田産レモンのスイーツが何でも揃います。広島県内に何店舗かある島心ですが、この本店にはカフェスペースがあり、本店限定のスイーツを食べることができます。焼きたてレモンケーキやサクサクのシューがたまらないシュークリームをはじめ、本店ならではのスイーツが多数あり、生口島散策の一休みにぴったりです。テーマランチでは、生口島らしい海の幸はいかがでしょうか。フェリー乗り場でもある瀬戸田港から徒歩1分、どこか懐かしさも感じるアットホームで居心地の良さも素敵なお店テーマでは、新鮮な海の幸や生口島名物を定食などでいただけます。お刺身やお寿司はネタの質の高さと店主の技の高さを感じさせてくれます。またアナゴやタコといった生口島らしい海の幸の釜飯がいただけ、こちらも大変人気です。炊き上がりまで少し時間がかかりますが、待った分美味しさもひとしお。ふっくら炊き上がったアナゴやご飯までしっかり旨味の染み渡ったタコ飯は、一度は味わいたい生口島のグルメです。食堂あおり、瀬戸田港から徒歩5分、12席のコンパクトな店内の古民家を改装した和モダンのおしゃれな雰囲気でいただけるのは、店名の通りあおりイカです。中庭を眺めながらゆっくり味わえるアオリイカは、店主自ら釣ったイカを中心に提供され、定食という形で楽しめます。タレを混ぜた生卵に絡めて食べる変わったスタイルでいただくアオリイカはもちろん鮮度抜群。食感もイカの甘みも十分に感じられ、イカ好きでなくても店主自慢のアオリイカの虜になること間違いなしです。さよ高山寺から徒歩1分、さよでは生口島らしいちょっと気になるグルメがいただけるお店です。広島らしいお好み焼きやうどんなどのメニューがある中で味わいたいのがレモンラーメン。その名の通りレモンのスライスがトッピングされたラーメンです。レモンとラーメンの相性はいかにと少し心配な方もいるのではないでしょうか。でも心配ご無用、醤油ベースのスープに細麺のラーメン、爽やかなレモンの風味でさっぱりといただけると大人気です。サイクリングのお客さんにも人気で、ペロリとあっという間に完食してしまいますよ。いかがでしたか。レモンとアート、そしてたくさんのグルメ、のんびりとした時間が流れる生口島はもちろん、しまなみ海道の旅行の立ち寄りでも旅の目的地としてもどちらでも楽しめる、そんな島なのではないでしょうか。サイクリングにツーリング、ドライブなど景色を眺めながら素敵な島旅はいかが。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料、今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。